ほっぺたのね空気を使って、作っている音色ではないので、肺からのみっていう形の音になりますね。スマイリーチャンネル。二重奏奏者のお前です。このチャンネルはですね、プロのね二重奏者の視点からですね、二重上達講座であったりね、ジジュリドゥをやっている人やジジュリドゥにね興味のある人のねモチベーションが上がるようなね情報の発信をね、心がけますので、もしよかったらね、グッドボタンとかねコメントとか、チャンネル登録をねよろしくお願いします。今回はですね、循環呼吸の位置によって聞こえ方が変わるかっこいいベーシックフレーズ、ドゥアイについて、解説していきたいなと思います。先日ね、ワンポイントジジュリドゥ講座へのね質問をいただきまして、こんな感じなんですけど、ビブオブさんありがとうございます。質問バッチリ伝わりましたよ。上達講座のね、動画を見ながら練習しているということでね、めちゃめちゃ嬉しいですよ。今回、質問いただいているドゥアイフレーズについてなんですけど、まずおさらいとしてですね、一音一音バラしていくとですね、基本音の TO サウンド、基本音の DI サウンドで、上達講座でも解説している和サウンド、この3つのね音色から作られている非常にねシンプルなフレーズなんですけど、前にも、解説しているんですけど、和サウンドからそのまま口角を上げて、DI サウンドにつなげているので、ドア D ではなくドア E っていう形ですよね。まあ一回ちょっとやってみるとこんな感じになります。質問いただいてるね、イの音に関して肺から出しているのか、口の中だけで出している音なのかっていう、ことなんですけど、とてもいい質問だし、非常にね大事なポイントだと思います。今回のフレーズにおけるイの音なんですけど、ほっぺたのね空気を使って、作っている音色ではないので、肺からのみっていう形の音になりますね。なので循環呼吸が、難しいというかできないですね。イの音では循環呼吸が難しいので、必然的に DO の、音か和サウンドの時に、循環呼吸を入れていくっていうことになるんですけど、前のねワンポイントディジュリドゥ講座ではねちょっと、はしょりすぎていて伝えきれなかった部分があるんですけど、実はね DO サウンドでも、和サウンドでもね、循環呼吸ができるんですよね。ここからが今回のねメインとなる、ところなんですけど、ドゥアイサウンドにおいては DO のところで循環呼吸をするか、和サウンドのところでね循環呼吸をするかでフレーズの聞こえ方がねかなりね変わってくるんですよね。それでは、2パターンねちょっとやってみるので聞き比べてみてください。まずは、ドゥアイサウンドの DO サウンドで、循環呼吸をするパターンいきます。ドゥアイサウンドの和で循環呼吸をするパターンいきます。どうですか、違い分かりましたか？かなり違いが出ていたと思うんですけど、まあ、結論から言うと何が違うかっていうと、循環呼吸を、したところにねアクセントが、強く出るので、その違いでフレーズがね違った聞こえ方をするっていうことになります。なので文字で表すと、まあ、こんな感じになると思います。で、今回のねフレーズの、練習方法としてはですね、 TO の音も和の音も両方ともねここのほっぺたの空気を使って音を出して、いかないといけないので、まずね、DO の音、和の音一音一音出しながらそれに対して循環呼吸を入れていく練習をすると効果的なのではないかなと思います。じゃあちょっとやってみますね。一音 DO の音に対して循環呼吸、こんな感じ、ここ使ってね。一瞬だからほっぺた膨らんでないように見えるけど、スローモーションでやるとこういう感じ、ほら音と同時に鼻で吸ってる音聞こえるでしょ。次は和の音色に対してね循環呼吸をかけてみます。ちょっと難しいかもしれない。
和の音は結構ここの空気をかなり強めに圧縮して押し出す感じで音を出すので、唇の振動が弱かったりとか勢いが弱かったりすると音が鳴ってこない、こういう感じで勢いが弱いとあんまり鳴らなくなっちゃうので、出すときはしっかりこうこういう感じで、ここのほっぺたの空気と唇がこう連動してるようなイメージをして、で和サウンドに関しては上達講座でも解説してるので、やり方に関してはそちらを参照してみてください。一音一音がしっかりできてないと音がね全体的にぼやけてしまったりとか鳴らなかったりする場合もあるので、まあ、それがまあできない場合はそこがねまたこう練習して改善できるポイントになって逆にいいんじゃないかなと思います。じゃあ今ドワイサウンドを練習している方にショートフレーズをちょっとシェアしたいなと思います。ドワイドワイドワイドワドワとかね、どうですかね。じゃあそのドワイドワイドワイドワドワを DO サウンドで循環呼吸をするパターンいきます。ドワイドワイドワイドワドワ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 。次はドワイドワイドワイドワドワの和サウンドで循環呼吸をするパターンいきます。はい、こんな感じです。どうだったでしょうか。こんな感じで技術にね関しての質問は上達講座でね即答することを心がけていますので、ぜひね恥ずかしがらずにね質問とかコメントとかしてくださいね。ディジュリドゥ上達のコツはもう楽しんでね練習することはもちろんなんですけど、わからないことはねすぐに質問してね解決することだなと思ってます。もう誰もね教えてくれなかったんで、僕なんてもう15年ぐらいここまでね来るのにかかってますからね。まあこんな感じでね、今日はねドワイサウンドにねついての解説になりました。ねコメントねありがとうございます。これからもねバシバシコメントしてくれよな。ピース。